無限に食えるダービー。はーい、出た。さあさあさあ、はい、さあ、うん、はい、これね、前回もありましたね、やったんですけど、はい、はいはい、まあ、これなら無限に食えるわって、うん、よく言いますよね。言うも愚かなやつ、うん、まあまあまあ、愚かで、そして美しい人間だしこんな熱いバカ野郎たち本当にできんのかいと、あ、そんなこと言ってますけど、ね、っていうので、うん、僕これなら無限にいけますってもう自分で、うん、はい、自己申告したやつを、ね、あの実際大量に用意して、うん、もうどれだけ食べれるか本当に無限なのかっていうのを僕らちょっと予想して当てると、はい、でもこれでも前回、うん、本当に無限出ました。いや、びっくりしましたね。無限僕らが想定してた量よりもまだいけます。僕のりを、ね、もうめちゃめちゃな量用意したんですね。全部食い切って用意した分食べる。しかもご飯食ったでしょ。ケロリとしてた。本当に無限だった。本当のやつもいるっていう。この底知れなさ。そう。ということわけなんでね、今回も本当の無限が出るかもしれない。出るかもしれない。見たい。出るか。行きましょう。うん、やるぞ。じゃあ最初の挑戦者の人を見ましょう。はい、はい、では吉野さん、かすみのだ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。無限に食べていただけるということで今回お越しいただいたんですけども、はい、そうですね、理論上は無限だと思いますね。では本日何を食べていただけるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私が食べるのは銀だらのかす漬けです。食ったことあります？いや、ないですけど。めっちゃうまい。まあ、無限っていうのはね、まあその、言葉上のあやですけど、まあ40から、40からかな話はって思いますね。切り身ですか？切り身っすね。切り身は 40?40、まあ食ってからどうなる、どこまで伸ばせるかっていうことがあるんで。40はいける。タラは好きなんですか？まあ別にタラが好きなわけじゃない。まあその銀だらのかす漬けってやっぱそのごちそう、まあ、晴れの日のごちそうなんで、そうか、いっぱい食べたいなって。それもよくわかる。今日、なんか食べました？昼とか。いや、夜ですけど。食べてないです。何も食べてない。はい。怖いね。コンディションは、はい、整えてる。すごい。では、あと、チャンネルメンバーに意気込みなど何でもいいので、はい。一言言ってもよろしいでしょうか。皆さんね、多分僕のことを低く見積もってると思うんですけれども、40からなんで、まあね、加減40として、まずお考えになった方がよろしいかと思います。よろしくお願いします。いやいやいや、絶対に違うだろうね。ちょっと実際のサイズを。あ、ある。あ、ある。あ、これを食べた。いやいや、結構、あ、これが2個入ってる。ああ、まあまあ。やっぱり1切れで1でいいよね。1か。ああ、それだと。まあまあ。これだと2ね。あ、いや、これでも、これすごい、ね。これでご飯1杯食えるもんね。確かそうだな。はい。でもなんか自信はありそうです、ね。4じゃいけるって言ってたのね。うん。で、休みはでかいから、胃袋もでかいんじゃないかって。実際食える量としてはある方だと思います。大食いなんですか？いや、そんなイメージないな。普通ぐらい、普通ぐらい。じゃあ、書きますか。はい。予想ね、みんなの。はい。うん。うん。書けましたか？はい。じゃあ、加藤さんから。あ、じゃあ、僕は順番いきます？はい。僕は、7と12分の1です。うまかった。12分の1とほぼ一口。もうほんとちょっと食って。はいはいはい。やめますわ。うん、言う人も食うなよじゃあっていう。はいはい。ちょっとね、あの買いかぶりすぎだと思う。お、え、買いかぶる。7も7よ。え、切り身よ、タラよ。俺も4です。4、あのね、もう結構ふざけてると思うんですよ、これは。あー、なるほど。セレクトは銀だらのかす漬けでもう人笑い取っちゃってるんで、あとはもう量行くよりも、あ、お前あんなに行ったのに全然行かねえじゃねえ、はい、なるほど、に行った方がいいのかなっていう。そんなこと言わないで。原宿さん、僕はもっと行けると思ってます。9。おお、行くね。で、その後にさっき取れるのチャレンジャーくっちゃんなんちゃう。いや、わかる、ね、ここで面白くしよう。あ、私はもうちょい行く。あ、私は12切れ食べた目で、うん、そう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 、いやー、やっぱ誰も分かってなかったか、休みの。何よ、何何何、これですね、休みの、うん、努力することがかっこ悪いと思っている浅はかなこと。あれから一度も真剣になったことがない。あの世で後悔せーの 2.5。 少な、文字のが多いじゃないか。少な 2.5 しょっぱいんですよ、とにかく。そりゃそうだよね。
で、なんかちょっと米とかも食ったりとかして、まあ、するか。普通に。あ、余裕だった。こんなもんですね。うん、それがかっこいい。それはちょっと怖いな。マジで？いや、ちょっと私が最大。そうだね。いや、でも急にとか言ったらすごいよ、ね。すごい、すごい。もう40いる。マジやん、無理じゃん。嘘、嘘。40。無理だと思うよな。さあ、欲しいね、これ。行きましょう。はい、来い。いただきます。うん。うん。あ、こんな感じ？おぉ。いや、もう無理なんか。うまいじゃん。うまいじゃん、これ。え？いけるかも。小骨とか全部食えるかも。めっちゃ小骨あるけど、食えるかも。小骨ある。小骨ある。あ、これは大変だね。うん、まずいな。あ、骨がある。ごめん、背骨が入ってた。結構骨ある。まあね、まあまあ。魚っていうね、やっぱその、マナーをなんか言われそうで怖いね。魚ってマナーなんか言われません。難しいですね、魚とか。でもいいんじゃない？あれ、いけるね。ペースが。ほら、まあ、皮とかもね。そんな酸っぱくないの？ああ、苦手な方いらっしゃいます。いけてるね。そう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 。美味しそうじゃん。ああ、いい。ほら、すごい。半分。大胆になってきた。早いの？なんかこれ、まだ引きでもまだ全然。全然。全然釣るくない。え、マジで？すごいね。これ乗ってきてる。これはちょっと綺麗いけるわ。やられた。でも。さすがによ。え、でもあれ？まだ僕ギリ。え、まだギリ？その、ギリ、その、油っぽさみたいなのは自分の、ね、大丈夫な年齢だと思うんですよ。これ以上多分年齢重ねていくと、ま、世間一般のもたれみたいなのが生まれてくると思うんですよ。まだ、はい、まだ大丈夫です。わかりますだから大丈夫です。まあ、全然行く。どんどん行こうじゃん、どんどん。あざす。ほらほら、結構行ってる。え、あれパフォーマンスじゃなくても全然この、え、あ、全然、うん、本当に好きなんだ。うまっ。ほらほらほら、いいですね。そんなにうまがってたんですか。そうですね。はい、7匹目。7匹目、はい。あ、まだ10分ぐらいしか経ってない。10分経ってないですね。経ってないですもんね。これで今7匹辛くない。怖い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 。これね、まあ一応でも辛くないとは言いつつも、はい、いずれは来るね、満腹感というものと、はいはい、対処しないといけないんで、はい、らっきょうですね。あ、らっきょう、はい、まあ、漬物みたいな感じでちょっと間で挟んで、ちょっとさっぱりみたいな。うん、あり合うんですか、らっきょうと。いや、わからない、多分ああいうわけにしないですけど、らっきょう、まあ、口の中でもさっぱりすれば何でもいいかなと思って味変して浅漬けとかじゃないの。うん、爽やか。うん、はいはい。これでも結構いいペース。すごい。焼いてる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 。あ、めっちゃいいですね。でもだんだんちょっと見えてきたかも。自分の底が。あれあれあれ。うわあ。40からだ。アニバーサリーちっちゃい。ああ、嬉しいね。嬉しい。嬉しい。え、もういいぞ。やばい。ではお皿をいただければ。え、あれあれあれ。え、あ。まあ食べますよ。あ、本当ですか。行く。え、頼む。ちょっと持ってもらわないと食べられないんで。あ、はい、あ、すいません。ちょっと遅れてしまいました。僕のせいでじゃなくてましたけど。何の首取ったよ。何だ。ないから、ないからね。俺ないからね。これでもやっぱりみんな端数では予想しないと思うんで。あ、その外せさに行きたいよな。外させたい。あれ？そういう嫌がらせだけ最後するか。最後にするかって、あんたちょっと、え、よく食べてる。ごちそうです。あー！え？ちょっと、なんかいつ？うーわ。最後性格が悪くて、アンサーインザダークの。バセン！びっくりした。最後怒り始めて、なんかね、あいつら端数とか予想してこねえから外させるわっつって一口食べて、ね、最悪。なんかわえ、でも一番近いのは、近いのはこ両方同じ。両方か。1ポイントずつにやった。ニアピンかな。ニアピン。思ったよりは食べたけど、やっぱちょっと。まあ、そんなもんでしょ。なんかあれ、そうね。結構行ってた気するけど、うん、最終的になんかあんま行ってる感がない。そうですね。鍋のタラとかだったら多分10キロぐらいね、うん、行ったりすることあるから。うん、いや、次行きます。はい、行きましょうかね。オッケーオッケー。うん、続いては、はい、こいつだ。はい、モンゴナイさん。あ、モンゴナイです。こんにちは。いや、多いな。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。クイーンが来た。また呼ばれちゃう。いやいやいや、前回よかった。なんでまた呼ぶの。めっちゃ食べるから、ね。というわけで、今回何を食べていただくか教えていただいてもよろしいでしょうか。今回私が食べるものは、タケノコのトサニです。知ってるかな。タケノコですよね。高いじゃないですか。タケノコ高いですね、今めちゃくちゃ高い。なんかね、なんかさ、食べれる隙がないかなと思って書いたら、まさかね、無限に食べる場所でステージを与えられる。まあ、普段食べます？普段、あったら食べますね。高いからね、あんまり食べる、しょっちゅうね、もう食べるみたいなことできないんですけど、もうラッキーだけのことですね。すごい、今、前回のデジャブがすごいんですけど、今。前回も同じようなこと多分おっしゃってたんで、怖くなってきた。いやいや、どんぐらいあるのかなっていうのはね。うん、今日も頑張ります。これはね、前回あるから余裕を感じましたよね。トサニか。タケノコって1単位どれぐらい？どれぐらい？と見せてもらいましょう。これがタケノコのトサニ。これを1パックで1単位。何パック？結構あるよ。170g。 170? すごいっすよこれ。すごいね。まあ、汁抜いても150。まあ、6パックぐらい食ったら1kg。そうよね。え、すごっ。6パック食べたら1キロか。いや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 、春はタケノコですからね。言いますよね。あ、結構柔らかい。お、あ、結構しょっぱいね。柔らかいね。うん、しょっぱ甘いね。これ1パックで十分ですよ。あー、すごっ。これちょっとでも変えよう、予想。食ってよかったわ。こういう感じか。これは上限どこまで用意したんですかね。おー、40食べたら50。なるほどね。さあ、はい、かけましたね。はい、誰からいきますか。じゃあ俺からいこうかな。あらじゅくさん、ちょっとね、さっき味見したんですけど、うん、なんかあんまり量いけるタケノコの味じゃなかったね。そうですね。大量に食べるとタケノコってちょっとやっぱアクある。まあね、えぐみがね。だから最初は快調にこういくけど、はい、もう7ぐらいでアクで舌がピリピリすらーと叫ぶ。すら言いそう。企画とかじゃなく、もう狂って、狂っちゃいましたって言って終わる。すごい、そのバッドエンドですね。あんなでも結構な量が。狂ってる方よ、これは。私も近い。うん、もうほんと、6。6スパック。6パック。なんで食べて、はい、あ、チキはもうダメだって言って暴れる。暴れる。僕は、信じてます。お、18。長田。なんか怖い。長田はまだ取ってないから。じゃあ言うよ、それ。長田が怖がる。そ, それぐらいね。もう狂ってるのよ、本当に。しかも前回のやつもあるんで、食べなきゃ食べなきゃっていう気持ちもあると思うんで、いけると。18って3キロぐらい。いや、僕もね、同じぐらい。20。うわぁ、3キロいけると思うんですよね。普通に食える量としては3キロ、まあいけるじゃないですか、大食いというか、まあ普通に食ったらね。と、多分カロリーが170いくつとかでしょ。うん、3000ちょいぐらいカロリー。3000カロリー。聞いたことないよ。いや、一食だとね、多いけど。3000キロ。ただね、いけると思うんですよね、この前のやっぱり、海苔。海苔はすごい。海苔すごかったね。同じ自信がありますから。なるほどね。そう、いけると思う。いや、舐められたもんだわ。あれ？いや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 、ウェルバキュームカーの名前を欲しいままに。怖い。40いって、丸分全部丸分。うわ、絶対無理。40怖い。信じてる。え、6キロ以上食ってるってこと？怖い怖い怖い。いけるいける。食えんのか。いけるいける。致死量だって。信じてる、マジマジで。あー、いや、来い来い来い。これはそれはわからん。なんか正解あんじゃない。でもこれはじゃあ分からんな。結構まんべんなくてみんなね。確かにポテンシャル。じゃあ見てみましょう。はい、はい、いただきまーす。無理でしょ。もうタケノコじゃ。うん、まあ美味しい。うん、いい味付けでござる。ほら、これタケノコもういろんな部位あるじゃないですか。なるほどね。このバリ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 系のタケノコと、うん、このなんかホニャホニャ系のやばいとこあって、上の方はどっちが好きですか。あれ全部。早い。前回と違うところは、やっぱ海苔って羽に近いじゃないですか、空気っていうか。空気食べてた感じだったから、今回やっぱ重さがすごい。ちゃんとありますもんね。
じゃあ2袋。早い。食いながら開けてる。いやすごいよこれ。え、お茶飲んでなくない？飲んでないお茶。あ、すごい。ね、今ね、冷たいやつを堪能した後、あったかいやつどうかなみたいなね、気温も高まってんのよ。タケノコ生えてこないから会社にさ。大体そう、団体だと思ってる。みんな掘れるじゃん、タケノコ。1kg、そうそう、1kg だって。ごめん、1kg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 、これも顎の勝負かも、じゃなくて。まだ食べたいのに顎が痛くなってきちゃったら食べれないっていうのが一番嫌かも。疲れる。ちょっと舐めてたな。前は使ってみるか。今まで使ってなかった顎は。同じよ。はい、決まった。あら、けどまあいいや。あ、7。あ、でも俺だ。一瞬で通過。8、9、それで9、うん、9皿目。1.5キロ。すごい、ずっと同じとこ。これ1500カロリー。すごいと思ったの。どれ食べてもさ、ずっと同じ味、同じ食感。すごい、これパックとしてすごいじゃん。確かに外れがないけど。褒めてるじゃない。つまらん、つまらんって言ってんのよ。味変とかします。竹林をずっとこうね、全部食感変わんないから。確かに今全部の歯間にタケノコの繊維が詰まって、もう歯間ブラシ状態もめっちゃデンタルフロスタケノコ。逆だろ。痛ー。あー、こんな顎痛くなんの。ダメージが。こんな顎か。あれ、あれ、あー、キューブアップ。9.5 か。9.5 か。満腹感よりここが動かなくなっちゃう。スポーツ選手が無念のリタイア。筋肉疲労だもん。満腹については全く言ってなかったね。怖っ。え、ことは 9.5? 誰か近い人。誰、私は満腹だから。僕は全然違う。あれだわ、あれだわ、原宿さんだ。アホだね。うん、もう食べれるけど噛めなくなってきた。なるほどね。金か。原宿さん1ポイント。よっしゃ。ありがとうございます。いや、でもすげえ食ってたな、ね、すごい。10ぐらい食ってた。絶対食べれない。あんな、あと食えるのは食えそうでしたからね。もっといけそうではあったもん ね。じゃあ次はこの人だ。誰、誰。はいよ、カンさん。はい、お願いします。いやー、遅い。だって前回半年前、半年以上前か、前回1回目。そうですね。あの時に俺呼ばれると思って、ずっと待機して、準備してた。そしたらこれ分かんなかったから、くそーと思ってね、ずっとね、食べたい食べたい欲をね、食べてましたよ、この日まで。いや、その食べてた方、ちょっとね、今日は何を食べていただけるんでしょうか。枝豆です。枝豆ですか。枝豆です。枝豆か。塩ゆで枝豆。いいよね。はいはい、ノーマルなやつですね。はい、ノーマルなやつがね、ほんと好きで。無限ですか。ドラム缶1本ずつぐらい、200リットル入るでかいやつに枝豆詰め込んで、それを持ってきてくれるんですよね、今日。そう、そう、ドラム缶ではちょっと用意してないんですけど、あの無限ね、好きなだけ食べていただけるので、はい、チャンネルメンバーに何か意気込みと言っていただければ。ああ、慣れ合ってんやろ。そんな食えねえと思ってんだろ。まだ、まだ見せてやかんな。ああ、すごい、急に切れた。だいぶオフェンシブだね。どうですか。なるほど。いいですね。枝豆は、でも枝豆はどういう、どういう単位。1歳。サヤ。何のサヤ。入ってたら入ってなかったりするんですけど。まあ、なるほど。2つのもあれば4つのもある。すごい、じゃあすげえ儲かさなきゃいけないね。居酒屋のお通しとか、居酒屋で頼んだぐらいで、多分2、30ぐらいじゃないですか。え、そんなある？そんぐらいある気が。そんないか、20ぐらい、15ぐらいか。確か。店にもよるけど。どうぐらいっちゅうんだろう。わぁ、すげえむずい。一つかみもそんなもんだよね。基準が。基準がわからない。もうなんか、フェルミ推定みたいな。量がどれぐらいとかじゃないか。さあ、はい。どうでしょう、皆さん。はい、いやぁ、ね、かんちくんは、はい、皆さん、知らない方もいるかもしれないですけども、うん、体張り系ライターの人は、このおもころの初期の歴史を作ってきた男なんで、あの、もうタガが外れてるんですよ、基本的に。外せるんですね。でも自分の限界を知らないから、うんうん、どこまで行っちゃうんだろうっていう、もう自分でも分からないぐらいで、行っちゃった結果、189ぐらいまで行った時に、わけもなく涙を流して。わけもなく。出ちゃう。
体がもう限界に先に、脳はまだいける感じがするけど、完治やめてって体に限界が来てもここでリタイア。なるほど。200手前です。いや全然でしょ。いやもうちょっと行きます。舐められたもんだわ。ちょっと基準がよく分かんなかった。僕はね、はい、もっと行くと思うんですけど、やっぱりあのカンチさんといえばあの自販機の生地、はいはいはい、あれでね限界を超えながら飲んで、うん、そして吐き出す姿、うん、あれに感動を覚えた人も多いと思うんですけど、僕はね300行って、あのカンチさんヨッシーみたいにもう飛び出しちゃって。で撮影の新玉くんが当たるっていう場面が出てきちゃう。やってくれるんじゃない300くらい吉谷のスイカ食った時のやつですね。全然だわ。え、まだまだ、またさマッドマニアよ。え、そうマッドマニアサイト名やってた。そうなんです。マッドマニアはもう500 500。これマッドマニア500って500さや。どういう量なんだろう。ちょっとあ、見くびりて。えー、カンチさんは外せる男なので、キリのいいとこまで行こう。え、うん、500から頑張って。500から666歳で、デビルカンチ。悪魔の戦士。悪魔のオーラと。おそれさん、わかる600で。あなたのコメントの予想はいい。大きいんですよね。マジ一番高い。そもそもこの量の枝豆がどんぐらいかがよくわからないんだよね。あ、みんなでも100はもう100は超えなきゃ。100はいくつかね。そういうもんでしょう。これは楽しみだな。いいですね。いただきます。これがどんくらいなんだろう。いや、これまたいっぱいだよ。こんなもうこう止めちゃいけないの。流れるよ。はいはいはい。全部食ってんの。うまっ。大丈夫かなこれ。大丈夫とは。あっという間になくなっちゃった。全然早く終わってよかった。いや、それも全然いいね。なんかいいね。数えてるんだ。いいペース、いいペース。指が控えてくるかもしれない、ね、あ、なるほど。お腹とかじゃなくて、ね、片手で食ってる。ちょっとね、嫌な感じみたい。指がするとか手が痛い、うん、それは大変ですね。ちなみに今、はい、中どれくらいですか。中ここはいいね。だまだ見えてないよ、ここ。まあ確かに確かに見えてないですよ。ねえ、食べた感じになってないよ。やっぱね、山を見せたい。山を見せたい男を狂ってきてる。山満々だな、これ。撮ってる、撮ってる。すごいすごいすごい。冷蔵庫見てきて。あ、全然。なんか、そういうことあるじゃん。なんか味変。あ、いいね。あんじゃん、あんじゃん。お茶ありました。すいません、見てなかった。あんじゃん、ビールじゃん。すごいさ、なんか、カンさん、それ言ったらいけない。まあビールか。まあでも、ね、これ合うね。ああ、そうそう。これはね。あ、これもういけるわ。いや、開いたね。全然いけるわ、これ。ビールがないからね、ちょっとね、調子崩した。全然違うかもしれない。あるとないじゃん。オレンジかかったね。すげえ。素晴らしい。すごいすごい。すごい、なんで語ってるの。俺も。意外と多いじゃん。そうなの。これ何つは今食べてるとかって聞いてもいい。聞いてもいいですよ。いくつ食べてる。個数ですね。うん、え、それだけ。え、もっと言ってる。嘘。なるほど。で、咀嚼がね、大変かも。そこも込みだからね。どこがしんどいですか。お腹ね。何ビール飲んでたの。マジ何の声。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 おいおい、丸くなったな、マルコ。あれあれ、終わるんじゃないこれ。ちょっと待って、ビール飲んでるから。この山は見えてないって。なんだこいつ。山見えてないって。2回ビール行ったら終わりです。なんでビールそんないるんですか。おい、ビールの方行っちゃってんじゃん。ギブアップ。かっこ笑いみたいな。さや200行ってたの。惜しい。近い。近っ。ごめん、僕らの気持ちは。もうちょっと行ってほしかった。デビルカンチを見せてよ。200か。200ぐらいだった。あれがもうあの山盛りの量をあれだけ食べて200だった。そうなんだ。あれで200あるんだね。意外とありました。
ってなんかマジ？ちょっとタが外れてなかったかも。ちょっとね。確かに。いや、ね、俺の方が食えるかも。食えたら200なら。まあまあまあ正直なんかちょっと、守りの感じがなんからしくないな。予定あったのかな。もっといっちゃう感じしない、ね、家族とか家族とかもうそうか。じゃあ原宿さん、まあね、でもまあ200も結構多いのかな。多いとは思う、まあ、多いと思う、ね、いや少ない3として600粒ぐらい来てるでしょ。俺にぶつけてください。わぁすげぇ。裏豆かっけぇ。俺がマッドマニア襲名。襲名の儀を閉鎖されてんじゃねえ。どうすんの2代目になったら。はい、じゃあ続いてが最終問題です。最終です。はい、ではマンスオンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、無限に食べれるものを、いっぱい食べていただけるということで、はい、本日一体何を食べていただけるんでしょうか。僕が無限に食べれるのは、映画館で売られているポップコーンです。ポップコーン、はい、映画館にね、行くことあると思うんですけど、まあ、みんなはね、基本やっぱ映画を見に行くために行ってると思うんですけど、はい、僕はポップコーンを食べるために映画館に逆なんかる。そうです。気持ちわかる。ポップコーンでも売ってるじゃないですか。はいはいはい。それは違うんです。それ買うのは違うんです。やっぱ映画館のとちょっと違うんですよね。普通で。そうだよ、ね。L サイズをいつも、ね、見るとき買うんですけど、足らないんですよ。めちゃくちゃ多いですよ。L サイズ買って、もう始まる前のね、CM とか流れてるときにもほぼほぼ終わっちゃうぐらいなんで。全然足りてないですね。はい、どういう感じ？映画館これはどう量 S サイズをカップで。ああ見たい見たい。チャンネルしてなるほど。S。ああ、ちっちゃいね。これを何個いくか。いやこれは当てたいな、ね。このポップコーンはその場で作ってるやつ。なんか売ってるやつなんですか？映画館に買いに行きました。すげえ。わざわざ映画館ってそういう場所じゃなくない。いやでも大儲けでしょ。大儲けはやっぱ飲食で、めちゃくちゃ成り立ってる。一番いいお客さん。L サイズはどれぐらいなの？ L サイズは、これの3倍ぐらい。3倍。 L がめっちゃ入ってるもんね。まだピタリ出てないからね。ピタリ出たらやっぱもう、そうだね、優勝かもね。3ポイントぐらい。確かに確かに。もらっちゃっていいとは思う。 L 何個いけるかで考えるか。そうね。L って多いよ、映画館で。いや、多い多い。余すよ。あんまり出てきて、もう食い切れないもんね、L って。オッケー。はい。じゃあもう僕から行こうかな。はい。うん。メガネの10。メガネの10? メガネって何メガネ?10月10日はメガネの日。10ですね。はい。10か。これぐらいだと、まあ、実際、まあ、もう L サイズ3つと、うんうん、おまけでラスト数をきれいにしようみたいな意識働いての10。いや、かなり。これがもうギリ。いや、僕もっといけると思うけどな。はい。まずそもそも食うんで、はい、L サイズ、まぁ、あ、10個に全然いけると思ってて、25ぐらい。いやいやいや、25は無理だって。25ぐらいいけるんじゃない？わかる。お私も全く同じ25で、L 映画は愛がなんだ。なんで見てんの？映画も見る。映画見て。それなら25なの。それまだ当てる。いや、映画も見ないとねとか言いそうじゃない。なんか見るしかない。コーラは飲むと思う。あ、確かに。それはそうね、その辺何飲むかあるね。25って言うと多い気がしますけど、5×5 なんですよ。そう考えるとこう、並べてみたら多いだろ。それは多い。縦5、横5で普通に多い。それは多い。いや、俺はもうそんな食えないと思うよ、ポコンは。まあ、S サイズで、うん、まあ、8ぐらい、8カップぐらい取って、適量だって言って、みんなが、地球一のタフガイ、リチャード・フィルスですか。バキの、地下島のネットの、バキ老人誌になって、最後、裕次郎に金的で、この後関係ない、映画に例えてくれてる。確かに。いや、でも、まあ、8段じゃない？原宿さん、やっぱ下目の予想が当たってるから、そんなもんだろうな、そんな食えないって。まあ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 、みんな、なめすぎ。あら、我らがマンスーンは大食いでしょ。いや、まあまあ、まあ、大食いで言ってるよね。食べれる。しかもポップコーンなんて、あのでかいのちっちゃい豆だから、もともと本当はね、かなりいけると思うんで、僕信じてます。無限。あれ、そして原宿が5回あるので、俺がもう今耐えられなくて、もう2本目あるよ。もう1本あるんですけど、V が長すぎて、あと3時間ぐらいかかるってこと。あ、ね、
正解ある。編集もしない。編集しない。すごい。いきなり。すごい。それが映画になってる。ノーカット版。そう、3時間。どれ見るときに食うポップコーンくれよ。あー、すごい。めちゃくちゃ売れるわ。これがもう新たまの腕です。これはすごいわ。これでいきます。あったらすごいわ。トウモロコシよ。エネルギーの塊よ。そんないける。燃料になる。燃料よ。車走るんだから。お願いします。マジかな。さあ、正解あるんでしょうか。うわー、したー。え、これ今何個る。夢じゃないよ、これね。これマジで嬉しいわ。あ、コーラ、コーラあるね。今日死んでもいいかも。ペプシか。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。いただきます。めちゃくちゃ多いじゃん。これですよ。でも結構ある。このやっぱね、塩分。全部塩なんだ。塩なんだね。東方シネマズで今回買ってきたんですけど、ね、そこが美味しいですか。東方シネマズならうまいです。これで20個ありますね。結構まあ映画館によってなんかその塩分がね、あんまりしょっぱくなかったりとかもするんですけど、やっぱり東方シネマズはバランスがいい。なんかたまにこう、ポップしきれてない硬いのが、でもちょっとついてるみたいな。はい、あれもこう食べて、こう、わかんないようにこう、振って戻す。音立てないよね。もったいないから。すごい。あー、すごい。一つ。あんまりしかも飲み物飲んでないですね。ポップコーンに窒息死したいんだよね。こういう感じで溜まってんのが好きで。まあ、わかるわかるわかる。最近映画見るとき、本当に前の方の列、あんま人は撮んないようなとこを撮って見てる。その方がそのね、音とか多分ね、気にならないと思うから。ポップコーンのためにその席撮ってる。映画を見なさいよ。わかる。二つ。二つ目いきました。すごい。おぉ、すげえ。これすげえ。スコーンをこう見ながら食べるの初めてだから、ちょっと不思議かもしれない。スコーン失礼やな、やっぱ見ながらこう食べてるから。やっぱちょっと実際映画かな見たいかも。あれ映画見るんだよね。はい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 。え、ちょっと見ていいっすか、映画。あ、全然大丈夫ですけど、どう何見しましょう。スマホで見る。あ、わかりました。何見るんだろう。何見てんの。何見てんの。すげえ見てんじゃん。夢中で。あ、でも無限に夢中で、夢中で見てる。いいリズム。カメラ回されてる。7個目。夢中で見てる。何見てる。ずっと見てる。なんか特殊なの見てる。何を見てるこれ。喋りもしない。あ、すごい。8個目。うわー、いくなー。ボス L サイズ3個よ。え、マジ。え、なんでずっと何見てるか言ってくんないの。怖い。あ、L さん9個目。サムです。おー、10で止まれ。客観の現実を失ってきたから。10で止まれ。何を見てるの。あ、泣いてる。え、あれ、いい感動的なシーン。え、泣いてんじゃん。これちょっと困るよ、これちょっと。食べてる場合じゃないよ、感動的なシーンはね。何見てるの。これでちょっと。開けるやつ。休まることでこれお腹に溜まるの。塩がついてるから。ね、痛くなっちゃうって。開けるやつ見てる。ヒリヒリするよ。でも映画見ちゃって見終わった。終わった。いい映画やね。泣いたけど。いいわ。フォレストガンプ。フォレストガンプかい。泣けるわ。フォレストガンプ見てた。フォレストガンプ。映画館で見てねえ。映画館で見てねえだろ。よし。なんか時間もありますね。ゆっくり。はい。ガンが。え？あれ？食い切れよ。10個は食い切れ。嘘嘘。10個は食い切れ。あれ？え？やれやれ、シュールじゃない。よくしろ。終わった。食え食え食え。とか、どうかしました。まったね。食えるけど。あ、いける。そう、ちょっとフォレストガンプ見た後だからさ、噛み締めてる。ほら、美味しい。いや、でも全然、全然うまいな。全然いける。いけるか。もう無限食べられるとは思うんですけど、周りの場合は、ごちそうさまと一言言っていただければ、その終了っていうことになりますんで。ごちそうさまです。 9.5! うわー、 9.5 か。そんないけないんだよ。近い近い近い。頑張れよ。 0.5 ぐらい。ピタリじゃなかった。ピタリじゃないな。トータル得点で言うと、原宿さん優勝は原宿パー。おめでとう。すごい。いや、惜しかったな、最後。いや、なんかみんな意外ともう、でも適量だね。まあ、そうだね。まあ、いけなさくはなさそうだ。適量ですよね。全然超えてこなかったよ。タガを外すやつはいないのかも。やっぱ、
次、うん、俺たちも確かにそうだ。俺に枝豆やらせる。枝豆いけるの？顎も疲れてくるの？全然いける。顎も強い。全然いける。すごい。僕ら全員やったとして誰に開けてもらう？パンチさん。パンチ君。一人。なんでなんで？なんで別に今までもいたじゃん。暗い部屋で屈辱を与えるためだけ。マットマニアよ。いやいいですね、はい、というわけなんでね、はい、皆さんも無限に食べれるとか行きっていうのはやめてください。いや、ほとんどね、次に新玉さんが行くのはあなたの死神みてえに言うありがとう。チャンネル登録してね。トモコロストアから新グッズが出ます。はい、今回やっぱこう匿名ラジオグッズ、はい、いろいろ出てるんですけど、はい、その中でもやっぱ、はい、ラジオ CD がね、これね、第3弾、匿名ラジオ第3弾、力入ってますよ。でもこれはもうこれまでアップしたやつが、はい、CD になって聴けるってことなのかな。加藤さん、遠当て、遠当て、ね、全部取り下ろしや、全部全部新作、全新作もう、10トラック全部取り下ろしや。いろいろやってます今回、ね、まあ、色々なんかすごいのやってたね。ラジオなんて言ってたかも、すごい音取るだけでしょ。えラジオなんか音取るだけじゃん別に。加藤さん、でやいつの間にそんな遠距離攻撃音取るだけじゃなく、ちょっといろんなとこに行ったり、ね、あら、どこ行ったの。一個だけ言えない言えない。あとなんかそのなんかされながら撮ったりとか。え、何それ何それそれちょっとエッチな感じ。それだけ言うとちょっとやばいんですけど。言えない、何それ。もうほんと最高なんで買ってください。はい、そして、うん、トモコロカジノの DVD、ね、あ、これもやりました ね、うん、やったね。トモコロ全体イベント、イベントね。これもあの本編もね、うん、めちゃめちゃ大好評だったんですけど、はい、特典映像も盛りだくさんプラスアルファで撮りました。例えばですね、肉の新チャレンジっていう企画があったんですけども、うんうん、それの、選ばれてなかったお題に挑戦してみるありましたね、はいはいはい、あと夢アゴンクがね、プレゼンターとして出てくれたんですけど、うんうん、ちょっとその動画があまりにも難解すぎたんで、恐れ山とかが解説するっていう何それ考察動画、完全攻略、あとアルファ君のお母さんそうなんですよ、はいはいはい、にもちょっとね、今回出てもらって、うん、特典映像でもちょっと感謝を伝えつつ、クイズも出してもらったりとか、実家に帰ってやりましたね。盛りだくさん。あとメイキング動画とかいろいろありますんで、盛りだくさんです。じゃあぜひ、お買い求めください。もう一度トータルどれぐらい増えてる、うん、トータルは君の目で確かめよ。便利だね、昔の攻略本が、だいぶ増えてるはず。だいぶ増えてるんだ。たっぷり、かなりたっぷり、ね、じゃあもうイベント見に来た人とか、そうオンラインで見た人でも、しっかり楽しめます。もう一度楽しめると。そういうことです。あとやっぱ本編映像とかもね、ちゃんとあのテロップとかついたりして、うん、見やすくなって、うん、そうなんですよ、これ。もう一度ぜひね、あの夜を。あの夜を。というわけなんで、4月27日木曜日。はい、19時からなんで、 お忘れなく、はい、お願いします。お買い求めください。はい、ぜひよろしくお願いします。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 待ってます。また見殺しですか。なんてこと言うの。買ってくれてる人もいるだろ。見殺ししてたりします。